成長したんですけれども、今、実験室的に言うと、原子核の1000分の1ぐらいの長さまでは測る機械ができています。10のマイナス18乗メートルですね。それぐらいの長さまで測る機械は実現して、柏の研究室では動いています。時間の方も同様でして、今の原子時計よりも1万倍精度のいい。だから、1秒狂うのに10の18乗秒かかるという、10の7乗がだいたい、3×10 の7乗だいたい1年ですから、10の18乗秒っていうのは、宇宙年齢より長いです。それだけ動かしても、理論的には1秒狂わないっていう時計も、実用に向けて今、邁進中です。というわけで、まだまだ我々はもっと時間を細かく、空間を細かく上手に作って、こういう、携帯電話なんかもそうですよね。これは、1970年代のでっかいコンピューターぐらい、こういう性能を楽に持ってます。で、当時の、私が学生だった頃のスーパーコンピューターもこれになり、さっきの神戸のセンターぐらいのやつだって、そのうち持ち運べるようになると期待してまして。で、というわけで、どんどん人間の使える、なんですかね。環境というものは人間自体がカルティベートし続ける。それが物理学の一つの使命ではあると思います。で、問題はですね、じゃあ、シリコンについては上手にナノテクで一個一個なんかフォトレジストとして写真のように印刷してできたんですけれども、他の物質でできないだろうということが問題になります。で、生態系の話に入ればあんまり長くなると、恐縮なので、この辺でちょっと端折りますが、例えばですね、これ、原子がな、なんかごちゃごちゃっと、これ粒原子です。で、ここですね、上がこっちの端が時空系でなんか擦られてて、で、こっちが熱くなってたりしてね、こうどういう風に摩擦ができるのかなと、熱がどう伝わるのかな、なんかそんなようなことを計算するような、これ非常に、チャッチーですけど、これぐらいの中にですね、流体力学と、熱伝導と、それから熱力学と全部、入っている、授業で私がよく使う、システムなんですけれども、こんなような、シミュレーションをやって、そもそもなんで、熱が流れるのとか、なんで液体は流れるのとか、そういうような話を研究するなっていうことをやったりとかですね。これは火山噴火の防災の研究で最近ちょっと推進して、なぜ火山が噴火するかってのをやってるんですけど、なんかわかんないけど、噴火し始めると泡が出て、火山ガスで爆発してて、マグマが発災して吹っ飛ぶとか、そういうようなシミュレーションもできます。よく振ったシャンペンポンと当てたらどうなるかっていうんですけど、そのシャンペンの泡の立ち方には実は層があって、なんかですね、液体の中にあぶくが流れていく、喉越しのビールみたいな層から、なんか普通って収集がつかなくなって、なんかしぶきがあたりに飛び散るようなスプレーするような世界。それがなんかこういう、それぞれの成分の比率によって決まってるなっていうことも分析できて、で、長年、火山の、噴火の時に、これは原子岩質で粘っこいから、不便だけはこうなるんじゃないかとか、なんかいろいろ言ってたのをですね、分子スケールから再現して、役立て、防災に役立てようなんてこともやったりします。でですね、これはその応用なんですけど、例えばね、今の、例えば原子力発電所でも制御するときには、熱センサーを置いて、コンピューターにデータフィードバックして、熱すぎるからちょっと制御を暴走して、暴走しそうだから、冷却水でそういうことやるんですけれども、そういうことしないで、例えばその部材そのものが情報処理ができないと。例えば熱だけで情報処理ができないだろうかっていうこと。例えばシミュレーションモデルですね。これは何だかよくわかりませんけれども、右から左には熱が伝わりやすいけど、左から右には熱が伝わりにくいという、そういうものを作ったという例です。これは温度差をですね、温度差が正の時には熱がパーって流れるけど、温度差が逆になると全然流れなくなる。あるいはその三極スイッチ装置にしてですね、なんかうまいことやるとですね、制御用の電気、熱極の温度に従って熱を吸い切りするようなものができて、でこういうものは情報処理作っておいて、例えば、ある一定の温度範囲から超えた時に突然熱伝導率が高くなるような部材で、その原子核の容器を作っておけば、で制御が壊れてなんとかじゃなくて、物質はそういう性質を持ってるわけですから、非常に安定したことが期待できます。例えばこの辺が今年あたりのこっちの論文の一つの成果なんですけれども、さすがに特許取ろうと思ったら、とても実用性もないし、どうやって作っていいか分かんないから出さない方が無難ですと、東大の、その関係の方に言われてやめました。これはですね、そうするとですね、次にだんだん話が、シミュレーションが大変なんですけど、これは、じゃあ、複雑なものに挑もう。生物の例なんですが、これはリボゾームのシミュレーションなんですけれども、なんかチャッチムラごちょごちょ言うてわかりませんが、このメッセンジャー RNA の中にですね、リボゾームが取り付いてって、上に黄色いチェーンでタンパクがどんどん作られていく過程なんですけど、ポイントはですね、これ見てると、この動きが時々止まったりして、車のように渋滞していくんです。で実際、ある種の、病気では、タンパクの合成が阻害されてしまって、で、代謝がおかしくなるなんて病気があるんですけれども、それは主にリボゾームのところで渋滞を起こし、だいたい一つのメッセンジャー RNA にたくさんリボゾームついて、必要な酵素を作っているんですけれども、それがなんか引っかかって、なかなか先に進めなくなるという病気もあるそうです。そういったような問題を、コンピューターシミュレーションでアタックしようなんていうことをやったりしてるんですが、全部挙げつらっても時間がありませんので、ちょっと、一般的にまとめるとですね、分子1個持ってくればただの分子なんですね。
で、それを 10の3乗ぐらい、まあ1000個ぐらい、コロッと集めるとですね、大体熱力学の対象になります。ここは比熱がどうでとか、断定率がどうで、それぐらいの話になります。で、それをですね、もう一桁、例えば3乗やったら100の3乗を集めると、熱が流れるですとか、電流が流れてオームの法則だとか、そういうような、まあ、実際に物が変化するような、いわゆる線形に応答しているようなフックの法則が成り立つような世界の部材が、材料ができます。でですね、それをもう一桁上のスケールにすると、今度はですね、非線形に応答する。だから、スイッチ素子ですと。そういうデバイスというものの世界が、分子スケールから垣間見えます。で、分子、まあ、原子分子っていうのは大体サブナノメートルぐらいですから、この辺で大体数ナノメートル立方、数十ナノメートル立方、数百ナノメートル立方ぐらいです。で、非線形の応答、例えばさっきのスイッチ、トランジスタみたいなものっていうものを、まあ、もう一桁大きく集めれば、コンピューターとか生物とか、そういうなんか、もう、マイクロに、エネルギーとか、運動方程式を縛られずに、そのシステムとしての、デザイン、挙動がデザインされたものに、昇華されます。というわけで、ここで物理があるに終わって、ここから先は角論になっていくわけですけれども、それがですね、まあ、大雑把に見積もって1万の3乗ぐらいが手頃なところではない。大きさやと数マイクロメートル立方ぐらいのところがいいところではない。で、ここは完全にその、大雑把な、まあ、こちらの話なんですが、実際ですね、これぐらいの大きさに大体生物の細胞ってあるわけですね。大腸菌ですとか人間の細胞とか。で、物質から始めて、精密に、いろいろなオルガネラですとか、なんとか上手に共生して、上手に、反応を作り上げて、酵素も使って、構造も作って、増殖もし、動きっていうものを作った結果、分子から見て、1万の3乗ぐらいのスケールのところに、ほとんど全ての生物のビルディングブロックの細胞があるので、おそらくこの、これぐらいの大きさに、非常に高度なシステムを作り出す、最初のゲートが、最初の、スレッシュロードがあるんだっていうのは、まあ、あながちおかしな話ではないだろうと思います。それでですね、これを計算するのにどれぐらいの計算量がいるかですけれども、分子ってのは難しくすればですね、ここちょっとこの分子は出っ張ってて、これにこういうものとはちょっと変なとか言うんで、量子力学で何とかやって難しくいくらでもできますが、まあ、ボールですから、ボール1個動かすのに、力を計算したりなんかするだけですので、まあ、数十回計算すれば次の計算で、状態計算できる。で、まあ、それが何もなかったら超速直線運動ですけど、まあ、周りにいろいろごちゃごちゃ数十個ぐらいでやり取りするというので、面白いことが出るわけですから、数十かけ数百で数百回ぐらい計算すれば、まあ、ざっくりで1000回計算すると、一つの分子は次の状態。で、一つの分子は、まあ、座標とか運動量とか力を計算したり、まあ、隣何かなっていうことを計算都合で表を作ったりしますので、まあ、数百バイトぐらい、まあ、1000バイトぐらい用意しとけば、一つの分子のストレスとは、というわけで、大体ですね、コンピューターは1000個の粒子を計算しようと思ったら、1キロ個の粒子を計算しようと思ったら、1メガバイト、1メガフロップスのコンピューターを用意すると、毎秒して1状態ずつ更新できるので、結構いろいろと。で、1メガフロップスのコンピューターは1960年代から70年代にかけて、実現しました。でですね、それを使った物理というのはですね、その熱栄光の物理というのは1980年代以降に確立します。で、であってんで、その熱伝導とかなんかっていうのは、その100の3乗、1メガ個いりますので、必要な、能力っていうのは、1ギガバイト、1ギガフロップスぐらい。でそういうコンピューターは1980年代半ばに現れた。で、例えばですね、うちの研究室で世界でおそらく最初にその分子から熱伝導というのを再現したんですけど、それできたのは2000年、ちょうど21世紀に間に合いましたってギリギリの年なんですけれども、まあ、その辺ですから、やっぱり10年か20年ぐらいは、時間がかかる。で、まさに研究はここで、1000の3乗、1ギガ個、1ビリオンですけど、10億個の粒子を扱うには、その3桁は1兆バイト、1兆フロップスの1テラ1バイ、1テラフロップス、1テラ、バイトのコンピューターがいるんですが、まあ、こういうの出てきたのは90年代半ばで、で、まさに今、先ほどの火山噴火ですかなとかっていうところで活用しているようなところです。で、そうするとですね、1万の3乗、これは1兆粒子ですね。1テラ粒子ありますから、3桁は1ペタ粒子、だん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 あれわかんなくなりますけど、でもこの上でペタの上が、